ワンピースみんながひたちまにこれよよいしょ。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょう。はい、今日も質問動画撮っていきたいと思います。それでいきましょう。お願いします。はい、ぜひ皆さんチャンネル登録お願いします。ワンピースのね、最終話の考察感想とか上げてたりしてますので、ぜひチャンネル登録してってください。そしてみんなでワンピース一緒に楽しんで盛り上がっていければ本望です。よろしく。はい、今日はですね、皆さんからいただいた質問ですね、ケイさんのツイッターの方で募集しておりました、そちらに、僕がですね答えさせていただくコーナーとなっております。はい、そんじゃあ、行きましょう。お願いします。海ゆめさん、ありがとう。海夢って書いてあります。はい、ワノ国でルフィが海楼石の手錠をつけたままババ抜きの攻撃を受けた時、はい、ルフィが覇気だけでも使えたらと言っていましたが、海楼石は覇気も使えなくなるんですかという質問でございます。はいはいはい、うん、あそこはそうですね、僕もちょっと気になってるな、確かにそこは、うんうん、93巻ですね、うどんで、ルフィがね手錠をつけたとこだね、うん、でまあそうだね、ここから分かるに、うん、おそらくだけどその海楼石の力だと覇王色含め、うん、覇気も使えなくなりそうっていう感じがしますよね、うんうんうん、ただ、うん、1個ここで分かることとして、うん、もうそれこそ一巻のシャンクスですよ、つながりそうなこととして、うん、シャンクスは海使ってる時に伏せろってやって近海の主をどっか行かせたじゃないですか、うんうんうん、まあおそらくあれって覇気っぽいですよね、覇王色の、うん、そしたらどういうことって僕もなったんですよ、うん、でそしたら、うん、じゃあこのルフィの覇気だけでも使えたらって、うん、えじゃあ矛盾矛盾じゃん、矛盾矛盾の身だ、うん、矛盾矛盾の身の能力者、そういうことかでも、まあ、ここから1個落とし込むとしたら、うん、おそらくだけど、うんまあ、ルフィが能力者で、うん、シャンクスが非能力者だからなんじゃないかなと思うんですよね。能力者っていうのは、うん、海楼石とか海のエネルギーに対して力が抜けちゃうんですよ、うん、だからこそ麦わらのルフィはゴムゴムの実の能力者だから、うん、海楼石の力で、うん、もう能力含め全て力が抜けちゃうから覇気も使えないんじゃないのかな。なるほどね、で僕思ってます今現在。なるほどね、だからこそシャンクスは12年前、うん、ルフィ助けた、うん、あの時は、うん、まあ多分能力者じゃないんじゃないのかな、うんうんうん、っていうところに僕はあの行き着いてます、うんうんうん、ちょっと他にもねこういう描写があったかがちょっとまだ僕の中で探せてないので、うん他の根拠がねちょっと探せないんで、うん今のところ僕はこう思ってるんだけど、うんうん、どうですか皆さん、もしあればちょっとね、うん、コメント欄で、お助けください、うんうん、まあ能力者じゃなければもしかしたら覇王色とか、うん武装色とかを使えるのかなって気もちょっとしてる、うん、他がねちょっと要は能力者じゃない非能力者に対して海楼石の情をしてて、うん、こういう覇気使える使えないの話がちょっとね、うん、ないよね今まで。今後だからこれに関してはね明かされそうな気もしますよね、うん、まあその辺とかももうそうやがってそこを考えていくと多分俺ベガパンクにもう行き着いちゃうんですけど、うんうん、ベガパンクは多分全部分かってそうじゃないですか、うん、その辺なんで海楼石絡み能力者絡みを考えるとベガパンクのあたりの話で出てきそうな気もしてます。まとめると、まあ能力者だったからルフィはそれも踏まえて使えないんじゃないのかなと思います。はい、なるほどね、はい、うん、そんだよな、まあ、なんかでもやっぱだからもしかしたらシャンクスはムジュムジュの実かもってことですかね出ました、ムジュムジュ、うん、いつの動画だったか忘れたけどありがとうございます。はい、じゃあ次の質問いきたいと思います。はい、ありがとう。俺だよーさん、俺だよーさん、ありがとう、はい、自己紹介ありがとう。いつも楽しく視聴させていただいております。ありがとう、いつもありがとうございま す, いますルフィの覇王色で現時点のコビーを気絶させることはできると思いますか。海軍のどの程度の人間までなら気絶させられるのでしょうか。なるほど、という質問でございます。はいはいはい、うん、ああなるほど、うん、まあ率直な僕の意見としては今は無理そうって思っちゃうな、ね、うん、コビー気絶しないよ、もうそう、コビーやっぱ強くなってるし、うん、ルフィも成長もちろんしてるんでわからないけど、うん、それと同時にコビーも成長してると思うんで、うん、だって言うて大佐だから今で、しかもあの海中をさボボボボっつってさ魚雷バーンとかって、うん、あんな今までのあのタロタロのコビーできたっていうそのくらいの成長度じゃないですか、うん、そういや俺ワンチャンワンチャンね、うん、これ申し訳ないけど、うんうん、スモヤンより強いかもしれないと思ってるいや申し訳ないな本当にそれはなんだワンチャンワンチャンね、もう
まあ俺はそこまでは思わないけど、でも将来性で言ったらあるかもねとは思う。そうそうそう、一気にギュンっていきそうな気がしてんのよ。そうだね、ギュンって。まあ努力家だしね、本当に本当にもうその少年漫画の修行みたいなのがあゆ、しかも別に修行と本人を思わず努力としてしっかりとやってる感じがするんでね。そうそう、でまあ言うたらね、そのロッキーポード事件っていう事件があって、まだそれがね、うん、何なのかは明かされてないんだけど、うん、ローが首謀者のロッキーポード事件の英雄って呼ばれてるんですよ。もうなんかそれってそれ聞いただけで、うん、え、なんか相当ヤバそうな事件をコビー解決して ねみたいな感じもやっぱするじゃないですか。そうなってくるとやっぱコビーも成長してるんでね、うん、現時点で難しそうな気はするかな。まあ2年前のルフィがあの頂上戦争でね、うん、覇気をブワーって出したとこがあったじゃないですか、うん、エースが処刑されそうになって、うん、こう切られそうになったところでルフィが、うん、やめろーってブワーってね歯を食出したとこ、うんうんうん、でそこでは、うん、そこにいたそのミスタースリをね、あの気絶してます変装してたんであれだけど弱いな。そうで他のね海兵はね分かるのはね、ジャンゴを気絶してます弱いんだな、いつもジャンゴも弱いですね、うん、であんまりね海兵がそんなに気絶してなさそうなんだよね。だから少なくとも今分かってる情としては、ジャンゴ以上かなジャンゴより上の人たちもいけるかな。ちょっとこれ楽しみですね、今後ぶつかるとこあんのかな、うん、海軍たちと前描かれたらそこで発覚するだろうね、うん、はい、そんな感じだと思います。はいはい、いや見れんのかな、確かにね気になりますね、うん、まあでも絶対よ、僕が思うのは、うんうん、コビーはスモヤンを超えると思いますすげえ期待してるスモヤンも俺結構好きだからな、うん、まあ、スモヤン好きなんだけどねあのポジションちょっともうちょっと頑張ってほしい ねスモヤンにもね。そうだね、どっかでやっぱ活躍してほしいっていう思いはあるけど ね、まあ、ありがとうございます、はい、ありがとう。じゃあ次の質問いきたいと思います。チョコさん、ありがとう、ありがとうございます。悪魔の実の名前が悪魔なのはどうしてと思いますか、うん、運に嫌われてるだけだったらもっと違う名前でもいいのかなと思うのですが、高橋さんの意見がぜひ聞きたいです、はいはいはい、ということでございます。なるほど、はい、なるほどね、うん、まあちょっとそうだね、まあまあ結構根幹に関わってきそうな話なんで、うん、まあ僕結構そのなんだろう、今までね、まあ、考察とかも上げてますけど、うん、なんつうんだろう、織田さんの邪魔になっちゃうというか、そのワンピースの本来の楽しみを奪いすぎちゃうなっていうのは、うん、極力上げないようにはしてるんですよ、はいはいはい、なので、うん、まあこれにもねちょっとそういう感じに関わってきそうな気もするので、うん、まあじゃあノーコメントね、ノーコメントでいきましょういやまさかのまさかの結論まで言わないとして、うん、まあこういうことも関わってきそうだよねっていう、まあ、うん、今残された謎だけをね、はいはいはい、皆さんにお伝えします、はい、まあそうなってくると、うん、もうやっぱ D にかかってきそうっすよね、うん、なんでかって言ったら、うん、D ってもう頭文字がやっぱデビルじゃないですか、うん、ね、はい、あーそういうことか、終わりっていうのもある終わった計算ストップがありました、うん、まあまあちょっとまあこの機にね、うん、あの皆さんにお伝えしていくと、そうですね、ちょっとできるだけ小田さんが散りばめたものをつなげるとこまでを僕やります、うん、はい、それってやっぱ小田さんが楽しんでっていうね、はいはい、メッセージだとも思うんで、はい、でそれから踏まえて考察考察までしちゃうと、うん、その小田さんが本来描きたいものの邪魔にもなってしまうとは僕は思うんで、うん、極力ね、うん、控えてます。なるほど、ただまあもちろんね、それももう僕の定義なんで、それって、うん、僕が言ったこともいや小田さんからしたらそこまで言うねもうパターンも全然あると思うんですけどあくまでね、そこは僕の、主観にはなってしまうんですけども、うん、スタンスとしてはね、うん、ワンピースを一緒に楽しんでいきましょうかスタンスなんでね、うん、まあ、これからもその感じでやっていければなと思いますんで、じゃあ分かるところはとりあえず悪魔の実はデビルだから D かもねってこと ね、なんかねそういう話もありそうだよねって気はしてますね個人的には。なるほどね、はい、うん、まあちょっとこれは楽しみに待ちましょう。はい、いや大丈夫かな大丈夫、ここすごい低評価と高評価の分かれ目だと思うな言えよって思う人もいるだろうしいや、あー その通りだっていう人もいるだろうし、ここすごい分かれ目、まあまあまあ、高評価押してって高評価押してって、はい、まあまあまあこういうこともありますからね、はい、あのじゃあ次の質問いきたいと思いますはい、西さん、ありがとう、ありがとうございます。質問です、はい、リンクスの酒の歌は今後どのように関わってくると思いますか。ロジャーの冒険のシーンで再度出てきましたし、なんか重要な歌のような気がします、はいはい、高橋さんはどう思いますか。これも同じですまさかの2個来ちゃったあれ今日はそういう日なんだ、2個来ちゃった、これもじゃあ重要なのか。
いや結構ビンクスの酒は、まあ、重要だと思います僕も。なるほどね。正直さスリラーバークの時は全然そんな感じしなかったじゃないですか、うん、全然ね。あ海賊の陽気な歌なんだな、うんうん、よほほほよほほほって、うん、わあなんかいいじゃん海賊っぽいしみたいなね、うんうん、感じてたけど、うん、もうさ、うん、ロジャーの格好でロジャーも歌ってるし、うん、でそうなってくると歌詞が気になってきちゃうじゃないですか、うん、50巻に歌詞が載ってますんで皆さん見てくださいよ、うん、でもその中でやっぱ気になるフレーズとしては、うん、もう一番最後の節なんてやばいよね。リンクスの酒を届けに行くよ、もう届けに行くよ、うん、どこにラフテルにですか、うん、で、果てなし、果てなし、笑い話、うん、笑い話、ラフテル、ラフテル、笑い話、ラフテル、おい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 とロジャーはもしかしたらこの笑い話をこのリンクスの酒から取った可能性ありますよね、ラフテルっていう名前は。なるほどね、うん、っていうこととか、うん、あと空ね、和を書く鳥の歌、うん、もうこれ光月の家紋やん。なるほど、っていうね、要は光月の家紋の人たちの歌なのかなとか、うんうん、もうその辺のもう一個一個が全部ワンピースラフテルに執着しそうな歌なんですよね。なるほどね。これを多分分析しまくったらおそらくビンクスの酒を作った人たちっていうのが、うん、まあ本当大事なキーなキャラ、もうそれこそ変な話、うん、ジョイボーイとかにも絡んできそうだなって気はやっぱしますよね。なるほどね、うん、これは深掘ろうと思ったらいくらでも深掘れるんじゃないかなと思います。なるほどね、うん、現段階で、ね、うん、繋がりそうなのは今言ったことかな。うん、最後の質問で、はい、はい、浜男さん、ありがとう、ありがとうございます。勘十郎が逆にカイドウたちを裏切るという展開はあると思いますか。きたー、また高橋さん的にはありですか。きたきたきた、賛否両論分かれると思います。はいはいはい、なるほどなるほどなるほど、という質問でございます。はい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 、 OK です OK です、これならしゃべりましょうあれこれはあれですよね、別にコミックスでもう裏切ってますよね。え、裏切ってます。裏切ってて、うん、で、あ、でもちょっとね、うん、ティントも入っちゃうんですか。ティントも入っちゃいます。あ、じゃあ先にティント入れておきましょうか。もうそうですね、はい、この動画は多分先にティント入れておきましょう。最後の質問はティントン入ります。ここにティントン、はい、ティントン、そうですね、これはね、はい、ティントン入りますね。あ、じゃあちょっとティントン入りますんで、はい、ジャンプの内容がありますんで、はい、ちょっと気をつけてください。はい、はい、これに関してはね、うん、まあ結論から先に言うと、うん、どっちでもおもろい。なるほどね、まあ、当たり前のことごめんなさいね、はい、言っちゃいますけど、はい、まあどっちでもおもろい、はいはい、これがなんで僕がそこに至ったかをちょっと喋ります。はい、まずね整理すると勘十郎っていうのは、まあ96巻の最後でさ、うん、俺がそうだってことはな、やばやば、やばい、やここは夢出る勘十郎ってことじゃん、はいはい、でジャンプでですよ、うん、もうオロチマでザン、やばいじゃん、ザンの嵐なのよ、黒ずみ家ザンなの。だからその今のところ黒ずみ家が2人とも、うん、もうどう動くかわからない状況、かつ生きてるかもわからない状況になったわけですね。で黒ずみ家の話をちょっとしますね。で黒ずみ家、うん、この勘十郎とオロチ、まあ、この人たちがどういった人たちだったのかを考えてくるとちょっと面白いんですよ、うんうん、まず黒ずみ家っていうのはまずそもそも昔にすき焼きの時代ですね、その時代にオロチの祖父がね、うん、跡取り争い、和の国の将軍の跡取り争いで光月家を落とし入れようと、あ、で、うん、他の人たちを落とし入れようと、もう毒を持ったりしてね、うんうん、要はまあ和の国をちょっと裏切る行動をしたわけよ当時、はい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 、でまず一裏切りね、でその中で、うん、結局それがバレちゃって、うん、和の国中から迫害されたわけですか、うんうんうん、言ってしまえば裏切った和の国にもう要は報復させられたわけです。そうね、だから裏切りがもう2なわけよここで、うん、裏切りがもう1個回ったわけもう、うん、一周したわけよここで、うんうん、でそしたらまた今度は日暮らしとかセミマルがオロチを仕立て上げて和の国をまた裏切ったわけ。おでんが出てることはいいことに結局裏から根回ししてすき焼きもね結局、まあ、どうしたか分かんないけど、うん、結局オロチが今将軍に、まあ、ズルというか、うん、もうまた裏切り返して報復し返してまたここにいるわけよ。でそこに一緒に手を組んだのが要は勘十郎でしょ。もう一回その中でおでんも勘十郎が裏切ったわけじゃないですか、うん、もう裏切りに裏切りを重ねたわけよ、うん、和の国裏切ってかつそのスパイでおでんまで裏切った勘十郎、うん、はい、もうここも裏切ってます、うん、でそしたら今度は一緒に手を組んでたカイドウに裏切られる。で、まあ、ちゃんと報復で要は勘十郎は切られたわけじゃないですか。だからもう裏切りの輪廻一族なんですよ黒ずみ家ってマジで。だから今までの敵と違うことは復讐なんですよね本当に、うんうんうん、黒ずみ家って復讐裏切りに支配された一族だと僕は思ってるんですよ。まあ復讐のために戦ってる人ってそんなに今までいなかったんですよね、うんうん、まあ、それこそホーディーとかは空っぽの復讐だったけど、実体験がね復讐だったけど魚人島の時とかは、うんうん、ただ今回は実体験がある復讐なんですよね、うんうんうん、
だからこそ、うん、言ってしまえば被害者でもあるし加害者でもあるっていう、っていうだから本当にもうザ裏切り一族が僕黒住家なんじゃないかなって思ってるんですよ ね、描かれ方として。だから黒いんだ。いや、まあ、だからそれもね俺ちょっとあると思うよ、うん、マジで小田さんのネーミングの意味合いがどうなるか分かんないけど、うん、で一人だけ月じゃないしね、炭だしね、うん、っていう意味であの黒住家っていうのはおそらく裏切りに支配された一族なんですよね。なるほど。だからこそその前提で考えると、うん、このままカイドウをもう一回裏切り返す。なるほどね。裏切られたから裏切り返すぜ。もう全然あると思うんですよ。なるほど。描かれ方として、そっかそっか、僕はもうあれももうそれも大前提で分かってたと、うん、カイドウがこう出ることも分かってたぞ。なぜならもうそういうね一族だし、もう用意周到だから、うん、だからこそもうあれが実は能力か何なのか、うん、勘十郎の進みなのかは分からないけど、うん、あれで全然死んでないで、うん、第三勢力として活躍するっていうパターンも全然面白いと思う、ね、でそれが、裏切り返しね、うん、だから生き返る死んでないパターン、質問者さんの内容で勘十郎がもう一回裏切り返しますかの方ですね、うん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 、で今度は逆に、うん、あれでもう死んでますパターンも、うん、俺は面白いと思うんですよ。なんでかって言ったら今言った裏切りの輪廻の中で死んでいくんですよ。だからこそ裏切り裏切られたから最後裏切りの中で死にました、もう俺あると思うんですよね。だから結局はもうその裏切りと報復の復讐の輪廻の中から抜け出せない一族っていうのも俺面白いと思うんですよね。なるほどね。そう、そっちもありだなって思うんですよ。そっちもありだけどね、結果的に。で俺もうパターンあると思うんですよ。もうそれすらも裏切って、うん、読者の期待も全部裏切って結果最終的にやっぱ勘十郎は味方パターンも、うん、もう裏切りに裏切りじゃないですか、うん、結果的に全部裏切るじゃないですかそれって、うん、和の国もおでんも、うん、で黒住家も裏切って、うん、カイドウも裏切る勘十郎おもろいって思ったんですよ。結果的に勘十郎がそう立ち回るっていうのもあるな。なるほどね。っていうのも面白いと思うんですよね。だから一番僕的に見たいのは、うん、あの裏切りに裏切って裏切って最後裏切って、うん、全部浄化されて戻ってきてくれるっていう、うん、いやーそれがやっぱ見たいよな、やっぱ読者的にもね、うん、いやいいよね、あんだけやったけどね。そうそうそう、結局最後はやっぱり黒がね白になるわけですよ白住家になっちゃう。そうですよ、名前変える、名前も変わっちゃう、名前変えるんですよ。オロチに関してはちょっとさすがにねもうやりすぎた感もあるんで、オロチはいいよ、もういいよオロチは、うん、オロチに関してはね そのままあのままなのか、うん、一回第三勢力として動くけども結果的にやっぱり無念だったっていうのはね、うん、まあ全然ありえると思うんだけど、勘十郎に関してはやっぱ、うん、おでんのね意思を継いでっていう意味をねやっぱりね、うん、そのままで行ってほしいっていうのはあるじゃないですか、うんうん、だからこそ勘十郎、うん、おい勘十郎見てるか勘十郎目見、神木さんのもうこれ超好き俺神木さんのやつなんなんあれって思いながらいつも見てるんですけど、でもめちゃくちゃ笑っちゃうんだよはい、そんな感じだと思います。ちょっとまとめると、うん、まあ裏切るパターンもあるし裏切らないパターンもあるし、うん、まあ、はたまたそれすら全てひっくり返すパターンも、うん、あるんじゃないのかなと思っております、うん、はいはい、まあ、結論はね当たり前の結論だったかもしれないんですけど、うん、まあでもこれがやっぱ太田さんすごいなって思うところですよね、うん、そういう描き方をしっかりと、うん、あの国でね描かれてきてるんで、うん、まあ、面白いなって思いますね、うん、はい、やっぱりね勘十郎にはね、うん、白になってほしいですね。いや光れ光れ光る月になれ、うん、ワンピースって楽しいね。はい、今日はここまで、はい、今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ワンピースのね最新版の感想とか上げてますんで、ぜひチャンネル登録してってください。そして一緒にワンピース盛り上がっていければ本望です。よろしく。面白かったらグッドボタンお忘れなく教えてください。よろしくね、喜びます。よろしくね。はい、そして我々他にもねチャンネルやってます。旅ちゃんとか個人チャンネルとかやってます。ぜひそっちのチャンネルも見てってください。よろしく。はい、明日も楽しもう。またね。広住が来るかな。だからお願いお願いします。チャンネル登録。